ちは。はい、はい、ラグビーオンラインチャンネルです、はい、さあ世界のラグビーを今日ご紹介するチャンネルです、はい、毎日更新してますのでよろしければチャンネル登録お願いいたします。はい、はい、というわけで、はい、今日ご紹介するのはこちらでございます。こちらですね、こちらですね、イングランド代表の子供用です。子供用、実は子供用のコアキャップって言います。色はね、ネイビーなんですけど、はい、うん、まあ、子供用というながら、まあ、もう一番俺でかくしちゃってるからこれ、うん、あ、2個ね、ちょっと持ってないけど、はい、あの大人でもかぶれちゃいますっていうレベル、うん、まあ、女性なんかは全然普通にかぶっちゃったりとかしちゃうかなみたいな感じのキャップです、はい、で、コットン、これね、コットン製の生地になってて、うん、まあまあコットン生地の帽子と分かる、うん、一番ポリエステルってちょっと感じが違う、こっち布っぽいって言ってる、コットンが、はいはい、ポリの方がもうちょっとなんてポリっぽいっていうのも、そうですね、プラプラ、そうそうそう、色伸びたりとか、はい、スリエルですね、はい、ね、感じです、はい、で、さっき言った後ろはこういう、なんていうの、スナップバックっていうバルバルバルっていうやつです、うんうん、で、頭頂部は、金属がついて、金属で、アルミ球とかね、ご注意いただきたいということでございます、はい、で、こちら、こちらの正面、ここ、うん、これは、刺繍でしっかり打ってあります、はい、はい、いいですね、うん、はい、非常にいい感じの、大人用の方のキャップもあるんですけど、確か色が、あの、カーキかなんかあったかな、そうですね、です、それの、ネイビーバージョンで、まあ、キッズが、ちょっとね、やっぱキッズが浅いかな、ここは、あ、うん、浅いけど、私が 58.点いくつだっけ、お出してこうだったかな、うん、頭の周りで、普通にかぶれちゃいます、そんな気にならないです、そんな気になるの、はい、まあ、でもかぶってるとね、ちょっとなんか浅いなっていう気がするけど、まあだけど、うん、こう腰なんてさ、自分が受けりゃ何でもいいよ、かぶれてかぶれて、これかぶれてなかったらやばいよ、確かに一生かぶれてないぞって感じだけど、もう頭入ればキッズだろうがなんかなんだろうがってあんま関係ないですね、はい、まあまあまあいいんじゃないですか、はい、でって感じ、ちょっとこれがですね、テニス肘です。あ、いいですか、はいはいはい、まあ、僕レベルになるとウィンブルドンとか狙ってもう完全にやったことがないんですよ。ないのに診断がテニス肘だった、はい、先生と、僕はやったことありませんよ、はい、いや、あのテニス肘の患者さんの本当にテニスやってる人は1割ぐらいしかいなくて、うん、症状の名前だから気にしないでください、いや気にはしてないんですけど、テニスはやったことはないんですよ、うんですね、でですね、はい、水かけないし、本当にめちゃくちゃ痛くて、はい、昨日なんかこんな手動かなかった、動かないぐらい痛かった、だけど今日ものすごいなんか最新医療みたいな、なんか電気、ここに電撃波みたいな、何何、衝撃波、ものすごい衝撃波、衝撃波をこうって広げるやつとか、こう普通のじゃなくて、もう逆にこうって閉じちゃったみたいな、なんかもう一点集中衝撃波みたいなのをうりゃーってやったら、なんかまさかの動けない、すごいでしょ、3回やれば治りますよ、治るんだ、急激に治るっていう、これはちなみにテニス肘用のバンドっていう、ここ止めとけばこっち痛くないんで、すごいですね、世の中は進歩してますね、同時に私もね、年取ったなと。皆さんもね、本当にテニス肘になるから気をつけて、テニスやってなくてもいいですか、本当にね、こんな、あ、こんにちはもやりすぎかもしれない、なんで笑ってる、これね、いつ毎日やる動きありますかって言われると、ないと思うんですけど、これはやばかったかもね、この手首を上げる、これでここが、そういうことですか、労災やな、これ、いやいや、皆さんもですね、ぜひ気をつけていただいて、テニス肘に困ったらですね、僕を信じてですね、はい、行ってみてください、あの衝撃波、はい、やると治るからね、はい、うん、ぜひですね、うん、あのそちらの場合はですね、なんで俺衝撃波ですね、まあ、いや、あの東京だと水江にありますから、水江水江、いや違うんですよ、そこの先生がまさかのラグビーつながりで院長ですが、ラグビー、元ラグビーの人で、横に行った先生もラグビーの人で、はい、まさかの会った瞬間に診察室ですよ、で、あれラグビーオンラインの小沢さんですかって言われそんなことありますか、水江の病院で小沢さんですか、すごいびっくりしたよ、うん、ラグビーの世界は狭いってことですよ、うん、皆さん気をつけましょうね、うん、何を気をつけ、まあいいか、あの皆さんもですね、お体に気をつけてですね、はい、ぜひ、あの帽子
いいですか、キッズって言ってんけど被れますねっていう帽子でございます、はい、よろしければですね、はい、東京店にもあるんで、はい、見に来てみてください。はい、というわけで今日ご紹介したこちらでございます、はい、イングランド代表の子供用のコードキャップネイビーのご紹介でした。はい、それでは見てみてください。はい、ではバイバーイ、見て